金箔が吹いても剥げない国産仏壇和島漆器仏壇店の永田光輝でございます。今、朝の11月4日土曜日朝の5時45分でございます。えー、早朝神棚参拝でございます。あの朝早くからやっぱりですね、こうやってあの神棚を拝み出してからですね、仏壇が売れるようになりました。商売がうまくいくようになりました。あの クマモ仏壇のですね、ヒントもですね、神棚を拝んでる時に浮かんでまいりました。あのー、やはりですね、皆様もどうぞ早朝神棚販売、それと早寝早起き続けてください。必ず運が開けてまいります。